皆さんこんにちは。ジジイの休日をご視聴ありがとうございます。今回は岡山県南部の日生町のゴミの市と柿お好み屋さん堀さんを紹介させていただきます。日生町は岡山県南部に位置し、兵庫県との県境にあります。柿は毎年11月から3月半ばが漁の時期になります。ゴミの市は毎週火曜日が休みですが、火曜日が祝日の時は水曜日が休みになります。最後までご視聴よろしくお願いします。ゴミの市の前では備前焼きや産直の出店が出ていました。ゴミの市の入り口では佃煮や干物、地野牛の串焼きなども販売されています。それでは中を紹介します。入って左側には海産物やお刺身などが販売されています。柿ソフトは店内の左の奥で販売されています。ここからは市場の鮮魚をご覧ください。たくさんの新鮮なお魚が販売されています。お待ちかね、柿の販売コーナーです。柿はかご売りで、2000円から5000円です。どのお店も購入時に、少量のおまけをしてもらえます。もちろん地方発送もしていただけます。向かい側には道の駅塩路があります。
道の駅塩路には、日生の丼屋と、バーベキューコーナーが隣接されています。今回は、こちらの柿のむき身、大袋、800g、1600円、を購入しました。バーベキューコーナーは、盛況で順番待ちの状態でした。